自分が何者なのか、それを意識し始めたのは他者を意識し始めてからだ。同じ教室の中で同じ時間を共有する仲間、日常は彼らとの他愛もない時間で構成される。その緩やかな日々は時には退屈で居心地が良かったのかもしれない。でもその教室も自分が元いた小さな島の世界と同じだと気づく。狭い世界で繰り返される日常、箱が変わっただけに過ぎない。自分はそういう世界を否定しこの世界に来たのに。問題はきっと箱ではない。他者とどう向き合うか、彼らをどう意識するか。日常の環境が心を形成していき、自分は何者かになっていく。しかしその形成の途中、何に影響を受けるかによって心に変化が起きる。きっかけはどこにでもあり得る。誰かにとってみれば単純なことだったりもする。それは光かもしれないし、闇かもしれない。
ー